東京マーケットワイドスタジオにはゲストをお迎えしました。マネックス証券シニアマーケットアナリスト金山俊之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。 日のまの東京マーケットを上げて、また今日また下げてということで、最近、ちょっとなんか、上昇がまた続かなくなってきたというそうですね、特に節目を2万1500円超えてくると、上値が重くなると、あ今日も昨日のアメリカですね、小幅ですけど、上昇してましたんで、上げて始まってもおかしくないの状況だったかなという感じもしますけれども、まあ、小安く始まって、100円以上下げる場面もあったというところで、やはり500円超えてくると、上値が重たいという感じです。 ですよね。今日もね。そうですね。えー、それとあとちょっと私がまあ冒頭にも話をしたんですが、えー、まあ今の時期ですとやはりその配当狙いとかですね。そうですね。まああの、えー、配当値170円以上あると言われてますが、はい、まあ相当な配当ですよね。今回もね。そうですよね。はい、これやっぱりもうあのー、以前のようにこう前もって買うというよりは、えー、何かしらやっぱ先物でこうカバーするっていうそういう動きの方が多いんでしょうかね。まあそうあれもあると思いますけれども、まあただあの。えー 大きく下げない理由の一つに、まあその配当狙いの買いも入ってきているということが言えるのかなという感じもしますけどもね、うん。まあ少なくともやっぱり配当を狙っている人は売らないですもんね。そうですね。はい、はい。まあその辺はまあ株価の支えになっているというところになるかというところなんですかね。で,ねはい、で、まあただその2万4500円やっぱり抜けないとなりますと、えー、今後まあこれからといいますか、まあ3月期で占める企業はですね。えーはい、今月でもうあと2週間で終わっちゃいますが。はい そこからまあ来期に向けたあの業績予想というのがいろいろ出てきそうなんですけれどもそういったところどうなんでしょうそのまあアナリストの方々のコンセンサスといいましょうか一応今出てきているところですと強気なのか弱気なのかその辺りは言われてないますか。 上のモさにつながってるかなっていう感じがしますよね。あはい、まああの、えー、明確にどちらかというふうにあのまあ明言しづらいんじゃないかと思いますね、うんえー。まあ確かにその不透明要因がたくさんあります,んね,ですね。まあ為替もですね、おそらくニュータンっていう感じでしょうし。し、はい、今の通近ですと、えーはい、まあ今期の着地が110円ぐらいになるんでしょうから、はい、まあ111円近辺だとまあ大きなプラスでもないですよね。うん、まあどちらに触れてもおかしくないというような感じですし、まあ中国のまあ景気減速っていう懸念もまだ残ってますし。はいえー まあその辺を合わせてみるとですね、はい、あのどちらにどういうふうに触れるのかちょっとあの出てくるまでなかなか見えないというのが本音じゃないかという気がしますけどもねうん確かにそうなりますと例年と違ってですね,ね例年は意外とアナリストの方の見方強気の見方が多いかと思うんですが。はい まあ今回といいますか、まあ今年に関して考えますといろんな不透明要因がやっぱりあるためにアナリストが強気でも実際に出てくる企業側の予想ですよね、えー、これがまあアナリストと代わりしてくる可能性がありますよね、はい、そうなるといくらアナリストが強気でも、うん、なかなか強気になれないというのがマーケットの本音じゃないかといいううふうに思いますけども、ねはい、となりますと、まあ、例年以上に今回の決算、まあ、その企業側の厳しいこの、まあ、数字の出し方というんでしょうか。 とということだと思いうだ思ますね、まあ、特にこの第3クォーターの決算が厳しかっただけにですね、えー、なかなか楽観しはできないというところじゃないかと、はい、いうふうに思いますけどもね。ねとなりますとあの、まあ、一応、今の雰囲気からしますとですあ今年は、まあ、あの年度で言いますと、えーはい、3月末まである程度その落ち込みがあってですね、はい、まあ来年度、あのまあ、前半はそこそこでも、えー、後半は持ち直すと。 そうですね、はい、まあそういう意味では第3クォーターがそこになったかどうか、うん、ここをちょっと見極めないとですね、まあ、次の段階に入れないというのが正直なところじゃないでしょうかね、うん、となりますとその企業側、まあ、今のお話ですとアナリストの方の見方としてはおそららくはあの前半から後半にかか後にけてまあ徐々に上がっていくという,ような見方だと思うんですけれども、はいえー、となりますとやっぱ増益を一応予測するってという流れだと思いますけどもね、まあ、きっとアナリストはそういうふうに見,見てるんじゃないかと思いますけども、うん、ただ企業側はどうしても慎重になりますんでね、はいえー、そういう意味ではアナリストの ない人とちょっと帰りが出てくるという可能性、いつも以上に出てしまうという可能性もあるんで、慎重にならざるを得ないというところじゃないかと思いますけどね確かに本当そうですよね、まあ、控え銃のところも企業側としてあるじゃないですか、最近ちょっと増えてきてもいますしね、そういう企業ね。ですから、以前も例えばファナックもそうでしたし、信越科学なんかも、そうですねあとソフトバンクとかですね、予想、最近出してませんのでね。 となりますとあのなかなかこう決算が出ても、ええ、あの企業側、まあ、あのアナリスト側のです、ね、決算が出ても、ええ、あの予測が出ても、はい、企業側の中身がやっぱり揃ってこないとそうです、ね、今度はなかなか手探り状態というそうですね、まあ、ちょっと当分は手探り状態なのかなという感じはしますけどもね。はい となりますと、どうなんでしょう、神田さん、そんな時に、その、まあ、個別銘柄をですね。えーはい、あの、まあ、見ていく中で、えー、どういう選び方をすればいいというふうにお考えになられまか、ね。そうですね。まあ、はい、そういう意味では、やはり、あの、しっかり内容はしっかりしている企業ですよね。うん、まあ、そういうところを、まあ、あの。の、こう、まあ、下げたところを拾っていくというような、うん、あの。 ほうがいいのかなっていう感じがしますけどね。ね最低限でもやっぱり会場はきちんとやってるところというの。そうですね。その方がまあ、はい、あの中身がよくわかりますんでね。その方がいいかなというふうに思いますけどね。で、まあ、帰りがしっかりしていて、なおか、あ、ごめんなさい。あの、開示がしっかりしていて。はい、で、なおかつ、その、まあ。 私の経験からで考えますと、うん、あの開示されたデータと、あと進捗途中経過とでだいぶブレがあったりするところがあったりしますが、はい、まあその辺もやはり過去を見て、そうですねまあ、あと、えー、まあ財務内容がしっかりしているところでう、ね、ありますね。はいはい その辺も確かにおっしゃるとおりでやっぱり財務内容が良くないと、えー、あの赤字で急激にこう膨らみますとねねそうです、ね、あとはまあ過去の例から見ても、えー、まあ出てくる予想に信頼度が高いような企業ですよねあ、はい、まあそういうところを拾うべきだかなというふうに思いますけど、ね、確かにそうですね。はい、まあとなりますとやはりその、まあ、今。あの まあそうですねイメージとしましては、今の話ですと、製造業という形だと思いますけども、ねはい、内需はいかがですか、内需関連はいいところと悪いところがはっきり分かれるんですよね、国内の消費動向が決して強くありませんので、はいまあ、それなりのきちんとしたものを提供している企業は引き続き強いですけれども、うまあ、そういうニーズに応えられるところは、ですねやはりあの厳しい決算になってしまうと、あの二極化しますよね、だからそこもきちんと見極める必要があるかなというふうに思いますけどもね。 の今日もドラッグストアがちょっと下げてますけれども、決算を受けてですね、これもやはりなかなか伸び悩み始めてますよね、これまではいろいろ商品を品ぞえを広めることによって、ずっと伸ばしてきたんですけれども、その辺ん、ここにきてですね伸び悩み始めているというようなことが言えるんじゃないかというふうに思いますけどねそうですね、今日下げてるのは。でしたはい スルハホールディングスがちょっと弱いというところですよね。今日大きく下げてますけどね。はい。コード番号何番でしたかね。三三九一ですね。はい。ありがとうございます。こちらになりますね。ねこれ日足になりますけども、はい。今日大きく下げてますね。えー、決か今下げてました。あの 9ヶ月第3クォーターの決算が出ましたけれども、はい、まあ9ヶ月累計で見ると小幅な増益だったんですが営業利益ですね。うんはい、第3クォーターの3ヶ月だけで見ると減益という格好になってますから、まあ足元厳しいっていうことがよくわかりますよねそこだけ見るとですね。まあ沖縄やっぱ膨らんでますけどもね。えー、これはそうなりますと内需関連特にそのまあ,あ消費税の引き上げが 10月以降に、10月に控えてますけども、余計商品力が重要になってきますよねこれはでも、企業側としても、ちょっと悠長に構えてられないというところになりそうですね。こういった流れで言いますと、今、製造業、年後半にかけて上がりそうだという見方が、今のコンセンサスだとしますと。 内需に関しましては逆に言うと10月以降ちょっと落ちちゃうっていうありますよねその場合に書き込みがあるんですけれども、はい、その後大きく落ち込む可能性はありますのでいろいろ対策は、ね、あのポイント還元とかで打たれるんでしょうけどもそれにしてもです、ね、あのそういう懸念は残りますよねですね。はい これはでもそう考えますと、なんか株式市場、ちょっと年後半、逆にその製造業、本当に伸びてくれないと厳しくなってくるなっていう,うです、ねね、考えになってしまいますよね、そのあたりをまあ逆に言うと、企業側がどういうふうにあのこれからまあ克服していくかというそうですね、まあ、ただ、どうしても最初の予想っていうのは、保守的慎重に企業が出してきますで、はいえー、ので、えドリス人が強気でも、そういうあの数字が出てくると、マーケットはやはりそれに反応しますんでね、えー、そこら辺は注意が必要だというふうに思いますけどもね。 うん、確かにそうなってしまいますね。えーまあ、となりますと、やはり今年度、まあ、もうあと数週2週間ぐらいで終わりますが、はいまあ、締めたところで、えーまあ、第三四半期の数字が悪かったことが、えーまあ、一つはこう通期にも影響を与えそうだという部分と、それからと来期いろんなところでの不安要素があると。そうですね、えー まあそういう意味では、はい、まあその本ターが出てきたところで第4クォーター3か月間ですね、はい、まあこれがどういうふうになっているのか、うん、まあ第3クォーターに比べてえ上昇傾向にあるのかどうか、はい、まあそれも見極める必要がありますよね。うん これはあのやっぱり今お話ありました第4クォーターで多少、第3クォーターを上回っていると、はい、あるいは回復基調が見えればそうですね即打ちしたかなという可能性が出てきますよねうそいぐらい見えればですね、えー、となりますとやっぱり企業側もやっぱり来期については、まあ、悪くても横ばい程度のそうですね出していく可能性もありますよね、ただその第4クォーターが第3クォーターに比べて横ばいとかですねさらに落ち込むということになると、はいえー、これはなかなかあの厳しいものになってくる可能性はありますよね。となります とちょっとまあ何,四半期ぶりあ何年ぶりかの,あの現役、そうですね可能性はなくはないですよね。先ほど言いましたように、鶴葉の例で言いましたけど3ヶ月間で見るのも非常にまあ重要になってきているかなというふうに思いますね。ねとなりましたやっぱり今回の決算は特に今のお話にありましたように、ね、まあポイントとして見ておかないといけないのは、第4クオーターで盛り返しているかどうか、そこであえて、まあ、あこう、げ止まっていた場合ですけれども、 来期について、ある程度こう回復基調が見込めるそうすると、ですねあの来期について少しあのマーケットに比べても弱気な予想が出てきても強気に転じれるということは言えるんじゃないでしょうかねあそれは確かにあるかもしれませんね、えー、ただ、その4クォーターが下げ止まってないと、えー、なかなかいい予想が出てきても、えー、それを信じきれないということにもなりかねませんので、えー、やはり第4クォーターの状況が非常に重要かなという感じがしますよねういやそうなります、本当に今回の決算、はい、あの来期の決算もですけどもやはり第4クォーター 重要になりそうですね、ただ決算発表、3月決算の決算発表始まるの4月下旬からですから、あと今回、連休も控えてますねど、ういうスケジュールで出てくるのか、今までは3月、4月末ぐらいに集中してましたけど、今回、どういうふうに出てくるのか、ちょっと私もまだ確認できてないので、連休明けに集中するのか、連休前にですねそれなりに出てくるのか、そあそれも重要かなという感じがしますよね。 そういう意味ではちょっと後ずれするかもっていう、ね、可能性はありますよね、はい、ありますかね。まあそうなると連休前にちょっと動きづらいということも言えますよねうもう本当にそうなりますと何やら、改厳、まあ、でお祝いムードというようなことは言われておりますが。はい、<laughs> あの <laughs> 株式市場はちょっとやっぱり厳しそうですかねそうですねちょっと十0連休となかなか経験したことはあまりないと思いますので、えー、まあちょっとその間アメリカがどう動くかってこともありますしねまるまるありますからね <laughs> いやー本当にちょっと大変なあの四、ー、月五月になりそうですけどもそうですね、はい、はい。まあそのあたり注目して、えー、まあチェックしていきたいと思います、はい、今日もどうもありがとうございましたありがとうございましたマネックス証券シニアーマーケットアナリスト金山俊幸さんに伺いました